はい、じゃあね、今回もゴーストトリックやっていきましょう。お願いします。前回は久しぶりに死んだリンネさんを助けました。今回の死因は爆死だったみたいで、しっかりね、いろんなバリエーションで死んでてさすがでした。で、今回は爆発の原因であったミサイルを止めたところからですね。あのね、どうやら浸水してきているようなので、急いでリンネさんのところに行きましょう。で、独り言ですね。とにかく、リンネの元へ急ぐとしようか。ここにいてはいけない。そんな気がしてならない。どういうこと？あ、死ぬからってこと？な、分かってるよ。私に水を止めるだけの力はないからな。オッケー。じゃあ魚雷して。なんだこれ、ノーマルファン調べる。届かないですね。こっち調べてみますか。ファン、3つの機械に1つずつファンが取り付けられている。なんだ、よく見ると機械のファンのサイズは2種類あるようだな。え、待って、これひょっとして一筋縄ではリンネさんの方いけない？もう合流は簡単にできるのかと思ったんですけど、あ、できないですね。マジか、舐めてました。マジかよ。じゃあ起動装置、これできっとファンがファンファンすんでしょう。オッケー。想定通りですよ。真っ暗になったが、この機械はまだ生きている。こんなん勝手に動かしていいんですかね。事態悪化しない？残念ながら長い時間動くのは無理のようだな。この動きを使って道を作るとしようか。ほーん。じゃあまあ一旦作動させてから考えましょう。ただこれ作動してなんかいいことありましたっけ？ないですよね。あ、わかった。わかりました。あれだ。これで、このホイールに乗っかれば上に、いけないですね。あれ思ってんとちゃう。あれはこれは、あそことあそこでガッチャンコできない？はあ！よし。長い時間ダメってことはさ、これ、序盤あんまチンタラしてたら、あ、いけた。よかった。積んだかと思ったよ。お、なんとか合流できるのかな、これで。あ、これは、カノンちゃんの方で合ってる？お姉ちゃん。カノン、気がついたのね。大丈夫？ごめんね、お姉ちゃん。カノン、姉ちゃんに銃を。記憶あるんですね。いいのよ、あれはあなたじゃなかったんだから。カノン様、あ、ミサイルもいてくれたんだね。ああ、なんとまあおいたわしい。リンネ様、どうしましょう。早くここから出ないとね。これ以上浸水しないうちに。もうすぐシセルもここへ来るはずよ。お、信頼してるんですね。シセルちゃん、来てくれるんだね。ミサイルちゃんもここにいますとも。かわいいな、この子な。よかった、みんな一緒だね。バタン、どうした？安心しちゃったのかな。カノン、カノン様。あ、それだけ？私、ここから脱出してやるわ。なんとしても！いいな、僕、泣いちゃいます。彼の場合、正しくは、泣いちゃいます。だが、なんかシセルのさ、なんて言うんだろうな。この割って入んのたまに空気読んでない時ありますよね。とにかく、リンネに合図を送ってみよう。手遅れにならないうちに。気づいてもらえれば回収してもらえんのかな。脱出してやるわ、と、かっこよく決めたはいいけど、暗くて、よく見えないよ。もう困ったな。
いきなり愚痴か。私への当てつけにも聞こえる。合図してみよう。合図？あ、これか。スイッチオン！太陽拳！あの、ハンドライト。シセルだ！来てくれたんだね！モテる？お、さすが刑事さん。そっかそっかそっか。これで運んでもらえばね、好きな場所行けますね。シセル、よかった。待たせてしまったようだな。このままでは、じきにここは水で閉ざされるだろう。何あれ？早く、あの扉から脱出しないと。扉か。それが、ダメなの、この扉は。水圧で、もう開かなくなっているわ。なんだって？なんだろうか、その、水圧というのは。お水の力と覚えておくといいわ。シセル、たまに空気読まないんだよな。海水は、どんどん上に登ってくる。だから、ここから脱出するには、上へ向かうしかない。そういうことね。わかった。上へ向かう道を探すとしよう。あの、はしごかな？ちょっと見えてるやつ。でも結構高いですよね。あ、下ろすのか。あの、はしご、なんとか下ろせないかな。そうだな。やってみよう。あ、それから、ここだけの話なんだけど。なんだ？なんだろうか。あたし、泳げないのよね。ついでにカノンも。そうなの？この状況に、プラスになる情報はないんだろうか。考えておくね。とりあえず、急いでくれる？金槌なのか！よくここ潜入したな。まあまあまあ、いいやいいやいいや。じゃあ、このはしごを下ろしてあげればいいわけですね。これ回して大丈夫か？おおおおお。フシューってなって、手袋が落ちてきて、ヒューズがあるな。フック。扉いっぱいありますね。あ、でもこの扉から脱出できんじゃない？このはしごさえ登れれば。カノンちゃんを持って登れるかがちょっと問題ですけどね。フック、動かす。あ、引っかかってんな。これは？ヒューズボックス。ガチャ。ちょっとわかんないですね。これは？この、いじれるもの全部いじって大丈夫？本当に。バカそうかしら。あ、簡単じゃん。めっちゃ簡単じゃん。やったね。シセル、ありがとう。なんだ、深読みしすぎました。あ、そう登んのか。賢いですね。まあでも、片手しかないからな。そうせざるを得ないか。で、キャッ！あ、でもすごい。さすがの身のこなし。何？今の。どうも、浸水以外に何かが進行中のようだな。なんだ？また爆発かな？あれ？シセル、ハンドライトが消えちゃったじゃないよ。私に怒られても困るな。電池かな？なんか、接触が良くないみたいだね。ねえ、ちょっと、あなたの力で見つけてみてよ。今微妙にガチャガチャしましたね。セリフごめんなさい。死者の力が便利に使われてるな。そんなんいじれんの？シセル。やってみます？接触を良くしますか？ほい。あ、できた。すごいな。おお、さすが。もしかしたら死ぬ前電気屋さんだったとか。適当なことを言わないでもらいたいな。これで、あとは、あの扉まで行けば、脱出は無事、成功っと。キャー！マジか！俺がせっかく登ったのに。これはもう無理じゃない？片手でカノンちゃんを支えて、片手でジジイを支えて、あー！
めちゃくちゃですね。助かるあれから、あそこからね。俺もどっか行っちゃったし。あ、俺いるわ。そばにいるわ。一体、今度は、何？潜水艦が気まぐれに立ち上がったようだな。よく無事だったね、私たち。よっぽど運がいいのか、本当は死んでるのに気づいてないのか。後者はないだろう。お、急に浸水のペースが上がった。どうするのよ。水位のやつ、これ見よがしに上がってきたじゃない。本当ですね、これ見よがしに。とにかく上だ。てっぺんまで行くしかない。死者の力でなんとかするんだ。そんなこと言われてもな。カノンちゃんもいるしな。あんなところに見覚えのある炎が。僕ですかね。あ、シセルちゃん、シセルちゃんじゃないですか。どうですか最近。どうと言われても困るか。それなりに苦労している。この危険な状況はあんたにもわかるな。もちろんですとも。何しろこの僕ことミサイル、お風呂嫌いで有名ですし。そうなんだ。うちの実家にいた犬もお風呂嫌いでした。どうやら溺れかけたことがあるようだな。では二人のために道を作るとしようか。やりますとも。お、じゃあ今回はミサイルと協力ですね。ただこれもシセルはできることがない。ちょっと話しますか。上に逃げるって言ってもカノンを連れて行くの無理よ。ああ、分かっている。なんとかして道を作ろう。水位は止まってくれない。お願いだから早くね。あ、そうだ、もしかしたらもう行ったかもしれないけど。君は泳げない。ついでに小さなレディーもな。いや、面目ない。それじゃお願いね。なんだよそれ。あんま意味なかった。あ、でもミサイルのさすがの行動範囲、これファンとファンをファンして意味あんのかな。でももうできんのファンとファンしかないですよね。あ、ラージファン、大きいんだ。はい。は？ちょっとわかんないですねこれ。何の意味があるんだろう。他、これとこれはできないんだ。穴が開いてんのはダメなんですね。これはファン、ダメですね。あれちょ、できることなくないですか。違う、待て、一旦シセりますか。シセったところでも何にもできることがない。ハンドライトもつけらんないしな。うわ、あ、持ってくれんのこれは。あ、そういうことか。さすがリンネさん、伊達に何度も死んでないですね。で、これでもうファンがファンファンできるんですよね、シセルで。ちょっとミサイル邪魔だな。あっち行っててもらいたいな。いいや、一旦こっち。で、これ、あ、ファンできない。あれ、ファンファンできないですね。マジか。こっちもでも、できることが、ないんご。あ、なんだこれ。起動装置。あ、さっきのがそのまま横になってんのか。すいません、今更でした。操作できない。お、なんか目の前に挑発的なピストンが突き出てきたけど。突き出てきたけど、これは私に対する何かの挑戦かしら。ある種そうかもな。そいつよじ登れないか。そうね、一人なら簡単だけどカノンがいるからな。シセルさん、あなたはカノン様を
捨て置けと、そうおっしゃるのですか。ミサイル、面倒だからあんたは出てこなくていい。こいつはあからさまに使えそうなんだが。そうだな。でもよじ登るのはできないと。わかんないな。あんなね、はしご登れちゃうくらいだからよじ登るくらいできないの。違う、こっちもないですしね。もう一回行ってみますか。スイッチオン。登って。今操作できないんですよね。あ、今シセルが登れよって圧をかけたと思ったんだ。で、どうやらピストンが伸びる長さはファンの大きさと関係があるようだな。本当？いいこと聞いた。ねえシセル、私足だけなら自由に使えるから、もう少し登りやすい形にしてくれると助かるな。オッケーです、もうピンときました。あ、待って、でもさ、タイムタイム、これは確定でしょ。この一番下ラージファンってのは、こことここって2番目3番目はこれ同じ大きさ、ノーマルファンとノーマルファン一緒か。なんかもう一個別に、あるじゃん、こうだ、スモールファン。これでシセルがスイッチオーンすればちょうど階段みたいになるんじゃないですか。これでどうだ。すごいじゃない、立派な階段になったよ。急ごう、水はおそらく待ってくれない。こんなファンファン取り替えて大丈夫ですかね。何度も言いますけど、よし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 。おお、急にまたこれ見よがしに。ここまでは上がってきていいって。水が言っている、水の声が聞こえる。あ、まだあんの、あっち暑いんだ。今度は蒸気よ、暑くて進めないわこれ。なんだって。他に回り道はできない、なんとかしちゃってくれる。もうしちゃいますとも。やるしかないな。オッケーオッケーオッケー、大丈夫、水は待ってくれます。一旦上まで行かなきゃですよね。おお、ミサイルはいけますね。ただシセルは圧倒的にリーチ不足。このパイプとパイプなんか意味ある？あ、見てください、パイプを取り返したら蒸気の吹き出し方が変わったようだ。ひびの形、パイプごとに違うからね。パイプによって蒸気の吹き出し方が違う。こいつは使えるかもしれないな。オッケー、これはバッチリですね。出方を見ますか。だからこれはこの今ミサイルがいるやつは下側にしか吹き出さないから、これでよくて、これは両方に、あ、上側に行くのか。ってことはこの辺りと変えればいいんじゃないか。で、今のこのパイプはしょぼいからなんとか頑張ってもらう。あ、待って、違うわ違うわ、これとこれを変えればいいんだ。これでいけない。あ、待って、あいつ上からも出てんの。てかなんか増えてる。マジか、ちょっとごめんなさい、違いました、思ってんと。おお、水がまた上がってきたよ、水面のやつが。ああ、僕が飲み干してやりたいです。塩辛いから飲んじゃダメよ。それ以前に死んでいて飲めないわけだが、とにかく早くこの蒸気なんとかしてね。いや、困ってんな。この僕ことミサイルにお任せください。
ありがとう、ミサイル。いや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 、困ってますよ、俺は十分。他なんかないか。え、この4つでなんとかするしかないのかな。これとこれ。あーははごめんなさい、ちょっと遠出してみますか。もしかしたらあるかもしれないですよね。あ、あっちはあっちはあっちは、あーないな。あー、もうちょっと分かんなくなってきましたよ俺。もう一回見ます。これはだって両側から出てるやつはどうしようもないじゃんね。違う、これはどうでもいい。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。これとこれはスイッチダメ。これか。あとこの上のやつがなくなればいいのかな。そうは言ってもな、あれ両側から出てますもんね。もうダメ、目の前までひたひた来てるよ水面のやつ。蒸気で煙っててよく見えないけど、パイプを取り返して渡っていけるようにするぞ。わかりました、リンネ様、ガッツです。腰が痛くなってきた。これここでこんな苦戦してるやついないでしょうね、なかなか。すいません、だってわかんないんだもん。だってこれ両側から出てるもんな。これとこれはこれは闇雲になってきた。ほんまダメ。じゃあこれとこれなんかダメな気がする。やっぱこれちょっと見たい見たい見たい。だってこの両側から出てるのどうしたらいいんですかね。やっぱ両側が出てるのどっかに追いやるしかないんだ。あ、川の中に石がある、拾いに行く。この川深い、助けてしんちゃん。え、あ、え、シセルもなんかすんの。ちょ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 、待って待って待って、混乱してますよ。あれ、シセルこっちにいる。ずるじゃん、さっき行けなかったのにね。なんだ、じゃあできますよ。こいつを閉めると横のパイプの蒸気が止まるな。オッケー、あ、じゃあ簡単じゃん。このどれか覚えてないけど、ちょっと待って一回見ますね。両側から出ちゃってるやつこれだ。これをここにしてやればおしまいじゃんね。あとはさっきと同じように、あー違う違う、いい感じにね、蒸気が当たらないようにしてあげればいいだけじゃんね。あれ。じゃあシセルなんとかすればいけたのかな、さっき。さあこれでどうだ。おお、やった、厄介な霧が晴れたわ。あともう少しだ、前へ進むんだ。あっちっちっち。このでもね、十分このパイプ自体も熱そうですよね。こんな蒸気が通ってたらよく耐えた。見て、あの扉までたどり着けばここから脱出できるわ。って、どうやってたどり着けってのよ。私に怒鳴られても困るが。怒鳴るならこのミサイルにどうぞ。ミサイル、そんなけなげなこと言われたら怒鳴れないじゃないと怒鳴られた。さあリンネ様を持ち上げる何かを探しましょう。ああ、リンネ様を気持ちよく持ち上げてあげるとしよう。ちょっとそこ皮肉っぽいぞ。なんかリンネさんが安定しないな今日、ごめんなさい。で持ち上げる、持ち上げるのはシセルがなんか操るのかな。あー邪魔だなこの犬。なんかスイッチとかないですかね。これはこれレバー、あ、でも使えないですね。
じゃあ、あ、さっきのやつか。このチェーン、フック、動かす。じゃら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 。そうそう、これ、こんなのを待ってたのよね。オッケー。おー、すごい。俺これサイレン2で見たことある。いいよ、上げて。オッケー。お、簡単じゃん。ガラ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 。おー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 おおおお、またスレスレまで水が空気読めますね、この水位。あ、ちょっと力が、ダメ、無理。やって、早くお願いするならもう少し真心を込めるべきだなやって、早くウケんな。はい、どうぞ。あ、ダメ、ハンドルが硬くて。あー、ここで重くて無理ですが炸裂した。そんな、くー、もうダメ。こっちだ。誰、ぐる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 。な、何それ、何それ、何それ誰俺の知り合いにそんなん使える人いないけど。え、本当に誰？今、私の目の前で何が起こったんだろうか。リンネとレディは消失して、ここには海と闇だけが取り残された。私たちが沈んでいく海は果てしなく深い。しかし今は少しでも上を見て進むとしよう。この闇の底で、違う、この深い闇の底で真実を照らす一条の光を目撃するために。シセルがポエマーになっちゃったな。